GPS 始めました。第5回目は、1番ゴールのレディースデーです。では、フィックスするのを待ちます。フィックスしました。記録開始です。全フィックスで記録できました。では、QGIS で面積を出します。いつものように、GPX ファイルを QGIS に放り込みます。線をポリゴンに変換します。ポリゴンのレイヤーから、属性テーブルを開きます。編集モードの切り替えから、フィールド計算機を開きます。新規フィールドを作成して、ジオメトリのドルエリアをダブルクリックで完了です。ご視聴お疲れ様でした。